サンドロ・ラミレス・カスティー・ジョは、スペイン・ラスパルマス出身のサッカー選手。ヘタフェ CF 所属。ポジションはフォワード。故郷のクラブである UD ・ラスパルマスでキャリアをスタートさせた。2009年に14歳で FC ・バルセロナのユースチームに加入し、2013から14シーズンに FC ・バルセロナ B に昇格。2014年8月31日のビジャレアル戦で、 トップチーム初得点を記録すると2015から16シーズンから FC バルセロナのトップチームに昇格した。2015年12月2日のコパデルレー CF ビジャノベンセ戦では初のハットトリックを達成した。2016年7月7日フリーでマラガ CF に移籍することが発表された。2017年7月3日エバートン FC へ移籍することが発表され。 契約期間は4年である。2018年1月30日、セビージャ FC にシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。翌31日、メディカルチェックを通過し、正式にセビージャ FC に加入することになった。2018年8月30日、レアルソシエダにレンタル遺跡。2019年7月3日、 レアルバ・バリャドリードへのローン遺跡で合意した。2020年10月5日、SDUS カにフリー遺跡で加入し、3年契約を結んだ。2021年8月2日、ヘタフェ CF にレンタル遺跡。スペイン代表として各年代でプレーしている。ありがとうございます。